かりがヤブカラシの花に止まって蜜を吸っています。アリが蜜を吸うのはオレンジ色の花だけです。っていうのは咲いてやがてオレンジ色だった花はピンクへと変わります。ピンクになった時はもうほとんど蜜を吹いていないからだと思います。ピンクの花には行かずにオレンジの花だけに行って蜜を吸っています。ヤブカラシといえども面白いですね。奥が深いと思います。